次に飯野義晴君の一般質問を行いますはい8番飯野義晴君の質問を許します登壇願いますえ、皆さんこんにちは <laughs> 通告に従いアミスポーツフェスタの成果と課題について 質問をいたします FIFA ワールドカップサッカーは日本はベスト16に進出し日本中が盛り上がりましたスポーツの持つ影響力の大きさを改めて実感いたしました10月16日に開催されたアミスポーツフェスタは コロナ禍とはいえ参加規模が少なかったとの印象がありました行政府参加の町民体育大会に代わり種目を絞り愛好家やクラブ参加の自主参加になりました特徴的だったのはちびっ子相撲大会が二所ノ関親方を審判長に迎え このブースがが盛り上がっていました全体を見ると二所の先フェ,フ,タのフェスタの様相があったように見えました高齢化社会が現実になる中福祉の増進は地方自治にとって大切な使命です国民の健康寿命を保ち豊かな 社会生活を送るために、スポーツは重要な役割を果たします。そこで、今回のスポーツフェッタの成果と課題について質問をいたします。1つ、経緯と背景について、行政区の関わりと町民への十分な周知はどうだったか。2つ 事業の内容について、事業のポイント、事業の概要について <coughs>、3つ、事業実施前に想定した効果はどうだったのか、4、事業実施にあたって苦労した点はどこか、5、 成果と展望はどうだったのか <coughs> ?6、費用対効果について、ちびっこ相撲,相撲大会関連経費は全体の何パーセントだったのか広報網でのフェスタの扱いはどのようにされたのか ?7 つ、スポーツの秋と食欲の秋を 併用した取り組みをすべきではないかと考えるがいかがか地域の物産展を同時開催することにより食べながら競技を観戦することもできるし飛び入りで参加も可能になると考えます。 ただいまの質問に対する答弁を求めますはじめに教育長立原修一君登壇願います、はい、アミスポーツフェスタの成果と課題についての質問にお答えします一点目の経緯と背景についてであります アミスポーツフェスタを開催する前に実施していた町民運動会は茨城国体や新型コロナウイルス感染症のため令和元年度から令和3年度まで中止となりましたがその間今後の町民運動会の運営方法について区長会と話し合いを重ねてきました選手集めに苦労され運動会に参加できない行政区も複数ある中 参加しやすい種目の選定行政区に負担がかからない運営方法などについて検討いたしました令和3年9月には障害学習推進計画の策定に合わせて町民がどのような運動会を望んでいるかアンケートを実施しましたアンケートの結果では参加したいと思う町民運動会についての質問に対して 実施参加型のスポーツフェスティバル的なイベントが最も多く42、四十二パーセントを占める回答であり、アンケートの結果を踏まえ、区長会と協議を重ねて今回のアミスポーツフェスタの開催となりました。二点目の事業内容についてであります。実施参加型のスポーツフェスタとして、子どもから高齢者まで 幅広い世代に楽しく気軽に参加していただける内容にすることを心がけました。また町内には陸上競技やサッカーを指導する NPO 団体や総合型地域スポーツクラブ、茨城県立医療大学シルバークラブ連合会等、スポーツや体力を測定する体力を測定するに関する ノウハウをノウウハを持っている団体が多くありますので各団体の協力をいただくとともにちびっこ相撲大会に関しては二所のス責部屋の全面的な協力をいただきながら実施しました三点目の事業実施前に想定した結果についてでありますスポーツフェスタの開催にあたり町のスポーツ推進員と協力団体で 協力団体役員員で構成すする実行委員会を5回ほど開いておりますその中でスローガンを決定しましたが「レッツゴーエンジョイスポーツ」「アミ・スポーツ・フェスタ」を令和4年度のスローガンに掲げました事業実施前に想定した効果としてはさまざまなスポーツを体験できる場を提供することにより気軽にスポーツを楽しんでいただき 健康づくりと地域振興の役に立つことを期待して事業を実施しました。4点目の実施にあたって苦労した点についてであります。今回は第1回目でしたのでさまざまな課題がありましたが特に苦労したことは誰もが参加しやすい種目の選定や協力団体との調整駐車場や 歩行者の安全な誘導等が挙げられます5点目の成果と展望についてであります種目により来場者の数に違いはありましたが全体としては参加していただいた方々にスポーツに対することの楽しさを体験してもらうことができたと考えております協力いただいた団体やスタッフにとってもこれからの活動につながる成果があったと思います 今後の展望につきましては会場である総合運動公園や隣接するふれあいの森には活用できるスポーツがありますので少しずつ拡大して町民の要望に応えるスポーツイベントとしていきたいと考えております6点目の費用対効果についてでありますちびっこ相撲大会の 大会関連の経費は全体の約51%になっております広報アミデのスポーツフェスタの扱いについては実施前に8月号お知らせ版にて開催概要実施後は11月号通常版にて表紙への写真掲載のほか11月号お知らせ版アミッペが行く」のコーナーにて 相撲大会の特集記事、計3回の掲載をしましたえ7点目のスポーツの秋と食欲の秋を合わせた取り組みについてでありますスポーツの秋としてのスポーツフェスタの取り組みについては5点目の今後の展望で申し上げたとおり少しずつでも種目を増やして町民の要望に応えるイベントになるよう拡大していくことができればと考えておりますえまた 今年度については感染症予防のため飲食は禁止としましたが来年度以降は状況に合わせて会場内での飲食についても検討していきたいと考えております食欲の秋を併用した取り組みについては町長より答弁いたします以上ですはい 次に町長千葉茂君登壇願います飯野銀のアミスポーツフェスタの成果と課題についての質問にお答えいたします七点目のスポーツの秋と食欲の秋を併用した取り組みについてであります当庁では地域資源や地元農産物等を活用したイベントの機会としてマイアミマルシェやアミ商工祭りの開催を支援しております マイアミマルシャについては、霞ヶ浦湖岸の資源であるレンコンの収穫体験企画や、つくば霞ヶ浦リン,リンロードの PR も兼ねて、よかれん平和記念館で実施し、網商工祭りについては、町のサワイカフェアと茨城県立医療大学の総領祭との共同開催であることから、総合県福祉会館で実施しております。ご提案のありましたスポーツフェスタにおける スポーツの秋と食欲の秋を併用した取り組みについては本イベントが初年度となることから今回の実施結果を踏まえ参加者等の増加につながる新企画や PR 使用の検討がされるものと思われますその結果食欲の秋をテーマにしたイベントの同時開催を計画する際には課題等を整理しながら地域振興や健康づくりの観点により検討してまいります以上です はい、飯野義晴君答弁ありがとうございましたそれでは再質問をさせていただきます、えー、私も上永区長を2年間経験させていただいたことがあります今までの町民運動会の取り組みは区の行政行事の中でも最大の 取り組みです。神永も九連覇の時代もあり、区の結束は大変盛り上がりました。しかし、答弁にもありましたように、まあ高齢化とですね。少子化の影響で。選手集めに苦労するようになりました。区の団結を促す。町民運動会の果たした役割は大きなものはあると思います。 一定の役割はあったというふうに認識をしています。開催方法の変化を求める町民の声は時期的に見ても適切な町の対応だったというふうに思います。そこでお尋ねします。えー、事業内容についてですね。六十六行政区の行政区に負担がかからない 参加を前提に、どのようにするかをもっと工夫する余地があったんではないかと思いますが、いかがでしょうかはい教育部長、小林利恵君はいお答えいたします。 行政区が参加しやすい種目の工夫については区長会の役員からも同じようなご提案をいただいてございます。でスポーツフェストはいろんな、まあ、それぞれ個人参加型のいろんな種目によって成り立っているイベントでございますので、まあ、その中に、まあ、行政区の団結地域の振興のために、まあ、議員が提案されているような、まあ参えー、こちら参加しやすい団体種目についてですねこちら区長会ともまた相談しながらも 今後、種目等の数を増やしたりとか、拡大も考える、検討をしていきますので。それについて。それで考えていきたいとは考えております。以上です。はい、いいね、吉原君、えー。まあ、これは一つの提案なんですけれども。あの。まあ。参加希望で。まあ、強制じゃないわけですけれども。参加希望する行政区のね。まあ、あの。 綱引き対抗なんかを種目に取り入れることでまあ綱引きの場合にはですねまあ団体戦で参加人数も多くなるしまあ応援するね人たちも力も入るしまあ今までの町民の運動会の中でもまあこの種目はかなりまあ盛り上がった種目なんですね。 まあそうしてまあ対抗をしてですねまあ最後に優勝チームとあのお相撲さんの二所ノ関部屋のですねお相撲さんの対抗綱引きなんかもこの入れたらば面白い展開になると思うんですけれどもいかがでしょうかはい小林敏恵君。 お答えいたします当然行政区が参加するとなると団体種目になろうかと思いますがそれがトゥノツナキのようなものであれば当然、まあ、やっている最中ですけども、うん、大変応援とかでも盛り上がれるとは私も同意見でございますでこれにつきましても、まあえー、区長会といろいろまた協議しながら参加どれぐらいのレベルで参加できるのかと。 また検討今後の検討課題になっていくかと思います。以上です。はい、飯野よさ君。はい、えー、っと、あのスローガンですけども、先ほど教育長がね、あの。言われた。まあ、インジョイスポーツということで、まあ、スポーツを。みんなで。楽しみましょう。ということであればですね。あの。今回は、あの、私も、あの。開会式に参加させてもらったんですけど。 まあちょっと挨拶だけ入ってまあ選手の先生があったんですけどもあの普通開会式っていうとまあいろんなエキシビションがねあってちょっと華やかにこう盛り上げてまあそれから競技に入るというようなまあ演出があるわけなんですけどもまあ普通私の考えるところでは対抗の演技ですねやったり。 まあ太極拳の演舞、まあ騒乱踊りなどをこうやっていただいて本当にそういった盛り上げた演出があればね、またあの参加者も増えてくるのではないかというふうに考えますが、その提案はどうでしょうか。小林と生君、はいお答えいたします。えスポーツフェスターはまあスポーツという目的が、まあ、ありますけれども。 来場者がたくさん来ていただくということでそのようちに楽しんでもらう、まあ、スローガンにも書けましたがエンジョイということでも大変重要なことではあると考えてございますがでそうしたエキシビションで今回、まあ、初年度ということですのでかなりやる種目とイベントのその 開会式等も全部絞った形で実施させていただ、きました今後にはまあ拡大等も考える中で、その中でまたエキ,エ,キエキシビジョンですね、こちらについてやる必要があるとか、今後の、まあまあえー、町内の団体ですね、同好会とかの団体にもご協力いただきながら、まあ具体的、議員が具体的に提案いただいているような会場を盛り上げる演出、こちらについてもまあ実行委員会の中で検討していきたいとは考えてございます。 以上です。はい、犬吉君、えー、もう12時にあったんですけども、あと2つなんで、まあ、続けてやらせていただけたというふうに思います。えー、っと、あのまあ、町民のですね要望に応えるスポーツイベントにするのであればね、まあ、費用対効果の観点からすれば、先ほども、あの 言ったように、まあ、ちびっこ相撲大会の関連経費がね全体の51%というのはちょっとやっぱりこのブースに欠けすぎではないかというふうに思いますまあ他の人もですね私聞いたら、まあ、今回のスポーツフェスタは二所ノ関フェスタと言われても仕方がないというふうにようなことを言ってたのを聞いたことあります。まあ、広報 あのスポーツフェスタのやつは表紙にだけあとちびっこ相撲のやつはあのまあ結構特殊的なねあの扱いもしていたというふうに思います。まあ、あの全国にですすねあの発信する まあ、網に二所ノ関部屋があって町がそれを支援するという事業はですね別枠で捉えてね範囲を広げて本当にやるんであれば、まあ、独立した形でもっと本格的にですねあの参加者も募ってこれをね放映してもらうくらいの取り組みにしたらと見たんですけども。 そういうういい考ええはあるのでししょうか小林敏恵君、はい、お答えいたします費用対効果の面で言いますと、こちら、各協力団体、今回参加していただいてますけれども、それの予算ですね、こちらの積み上げで年出いた、年積み上げの結果で、ちびっこ相撲の方が金額がかかっていると。 とといいいううこでで割合がまあ51という高くなってきたものでございますで二所ノ関事業について別枠でということでございますけれども、えー、こちらの提案につきましては網、まあ、町ではさまざまな形で二所ノ関部屋との連携をしておりますのでその中でまあスポーツ振興という形でまあ別枠でやることも考えながらも。 今のところは、まだスポーツフェスタの中で、実施しているような状況でございますので。今後の検討になろうかと、この思います。以上です。飯野芳治君。はい。えー、っと、あの、まあ、五十パーセントがいくらだか、ちょっとわかんないんですけれども。まあ、予算の執行の内容をね、ざっくりと。あの。うん、ちびっこ相撲のほかに。何がやっぱり、経費がかかって。 後の半分はねいるのかちょっとわかる範囲でお尋ねいたします。障害学習課,課長木村まさ君、はい、えー、お答えいたします、えー。アミスポーツフェスタにかかった経費といたしましては、えー、まあ大きく申し上げますとお消耗品、食料費、手数料。 お委託料、イベント用品の借り上げ料、バス借り上げ料というような項目がございますで、スポーツフェスタのその内訳といたしましてはお答えをしているようにその西野敵ビアの相撲体育会の方で半額以上進める割合ということでその他消耗品と 一番大きな元をいたしましたイベントの借り上げ量ですね。えー、テント、エアアーチ等の借り上げ量等が大きくなっていると。そういった内容で、えー、ございます。スポーツレしさんの打ち上げについては以上でございます。はい、い、井上よしあはい。まあ、これが最後の、あの、再質問になりますけれども。まあ、食欲の秋を、まあ、併用したね、取り組みについて。 ついてはですね今回の実施結果を踏まえてですね課題等を整理して検討していきたいというような答弁がまあ、町長からも教育長からもねございましたまあ、食べながら観戦する楽しみを取り入れることでまあ、参加者が確実に増えると思います、まあ網やちの特産品を販売しアピールする機会にも位置づけられたら いいなと考えています。この提案をするのは私ね。スポーツフェスタを観戦してからそれからね。下妻に用があって下妻に行ったんですね。でまあ、1時間で行けるところ、その日まあ、125号線が渋滞して2時間もかかっちゃったんですね。その原因がですね。下妻の3ビーチで、えー、後で開かれていた物産展の買い物客の。 あの車の出入りこれがねすごくてだから、まあ、あの脇を通ったんですけどまあこれほどね物産展が人気があるのかということで、まあ、認識させられて、まあ、フェスタをね経験してきてあ随分こっちはいっぱいだなと思ってねだからフェスタとねその物産展というか先の あの食用期の秋の、まあ、コ,ボがコラボができれば、ですねもっともっとやっぱり、まあ、盛り上がるのではないかと思ったからです、まあ。地域振興と健康づくりが実現し、町民の楽しみな一大イベントに発展できるよう要望して、私の一般質問を終わります。はい、ありがとうございましたこれで 8番、飯野義春君の質問を終わります。